SSR 引き換え券、どのサポカに使うのがおすすめ？に対するみんなの反応。引き換え券ありがてえ。闇鍋確定ガチャでなく引き換え券か。今までもそうだっけ。これありがたいけど迷うんよな。賢さシャカールおすすめやで。せめて賢さ耐震おすすめしてあげて。手持ちビブロス2突、エルステルブラポッケ貫突所持、交換チケット強の合わせて2枚。貫突すべきやろか。エルステルあるならいらないんちゃう？ワイなら賢さや次イベに回す。突石は温存したいけど交換チケットはあんまり温存してもなーっていうね。スピー外だと主だった手持ちこんな感じ。これなら耐震かなー。無料で引けてここまで突進んだだけで追い込み育成基本やらないんよね。わい？また絶妙な。強いて言うなら耐震かな。今さら理事長というのもあれだし。でしょ？で、追い込み育成推しでやることほぼないってなると、ビブ2枚で貫突のがええんかなってなるという。それならビブ5でもええな。チケット何に使うべきや？その中ならわい的にはない。何かこうこれってのが浮かばない。だったらアース確保しとくべき？サポはさっさと引き換えないと期限切れ早いよね。サポか温存してもただの機械損失になるだけやからな。すぐ使えってのも難しいんやけど。賢さボンとつるのは時期が悪い。ワイ逃げあんまり作らないしな。作っても先行だし。引き換え券は結局追加されるわけじゃないからなんでもいいと思うけどね。客室サポカはその客室をどれくらい育成するかによるしな。追い込み全然出さないのに耐震突っても意味ないし。交換チケットで今さら無突ゲットしたところで結局出番ないから突進めるのに使うべきではある？かといって突らせるやつがないんよな。じゃあ新シナリオまで待ちなされ。交換チケが腐ると言ってもあと1ヶ月半でそんな変わるもんじゃなし。引き換え券って何に使うのが正解なの？あと1枚で実用レベルになるカードを今から育成で使うってタイミングで使う。なんとなくで無凸を1凸にするとかで使うのは割ともったいない。賢さマックとかパワーフラワーとか1凸でもだいぶ使えるタイプはそれもありだけど。貫凸スキルを手にした今、1凸スピビブを凸るより無凸の野球マックイーンをステップガチャと、今回の交換券使って貫凸させたい気がするんだけどどうなんだろうか。有馬ちゃん身が来ると想定したら手元に持っておきたいカードなんだけど。メインで使う客室とスキル以外のスピサポは予想されてる中長シナリオで対人も中長メインになると、割と後方ゲーになるからマックを使ってもいうのはある。今のサポで言えば長距離先行の場合ガロー忍者クリーク以外は賢さがオペ固定になるし、おそらく1、2月にダート来るけどその場合水タル出すなら賢さはリッキーを借りたい。あとは予想程度だけどシナリオはスタミナ説が最有力だけど、汎用賢さ出てくるんじゃないか説もある。スキル2突、スピファルコ1突、ビブロス無突、あと賢さ耐震3突、ボルシチ2突、二次結晶 ×11、スピの寿命の短さを考えると汎用のビブロスに突っ込むのはためらわれるので、ファルコでいいでしょうかね。スピファルコは優秀なんだけど逃げ自体がまあまあ高ハードル客室なので悩みどころ。車高セットインしとかいるし、耐震の場合長距離だと影は優秀な部類なのでそっちの出番は来るかも。ただ貫突のメリットがヒントに、サントレス5を10ぐらいで恩恵がやや薄なのはネック。よくそれだけ二次結晶あってシティとかビブに突っ込まないで耐えれたな。俺なら聞かずに即突っ込むわ。1日1回育成できるかどうかといった具合なので長い目で見て引いています。結晶は爆死の際のリカバリー用でしたが、幸い理事長以外は爆死まで行かずに引けていたのでそれなりに溜まりました。ビブロスやボルシチは借りて済ませてましたね。ちょうど阪神マック3突だからよかったわ。サクッとビブロス貫突した。やっぱどの距離でも腐らんスピサポやね。これでビブロス貫突持ちの景色が見られるぜ。SSR 引き換え券付きジョエルやステップアップガチャもあるし、実質スターターサポやね。バステバリアで怠け防ぐし。結晶と違って SSR 交換チケは使いやすい。引き換え券はどのカードまで引き換えられるか決まってるから欲しいやつを即取ればいいけど、結晶はこの先に出てくるカードもみんな突できるからな。どこまで抱えるのが機械損失少ないんだろうか。
自分はチケット決勝ある程度貯まったら一気に使うタイプだけど、これは人によりそうだね。強いサポカの無凸が手に入ったらその凸を進めるとか考えてると、その上位互換が実装されたりするし、今凸が進んでるサポカの凸をさらに進めるだけでいいと思う。虹溜まってるなら一気に貫凸まで行くのもありだけど。ゲームに飽きて無駄になる前に早めに使っちゃうのがおすすめ。インフレして凸ったカードの使用頻度下がっても、左周まで凸るのに使わず持ち腐れになるよりよっぽどマシよ。なんかやたらと交換チケで貫凸させたサポカがガチャでダブるような気がする。こないだのアニバで交換チケットも使って貫凸したアースとマックがダブった。わざとなのかと疑いたくなるしがっかりする。結晶も使って一気にビブチを貫凸するか。それとも3凸にしといてセレクトまで待つか。俺もチケ2枚で貫凸悩んでるけどスキルゲットできたから様子見の予定。それよりもチケ2枚プラス2次石で貫凸できるパワー2死のをどうしようか悩み中。Y の経験上貫凸した方が良い。待てば待つほど賞味期限が近くなるから。ところで交換範囲はどこまでなんだせ ?8 月14日実装分まで。今回のエスポンと前回のスキル3以外の全部。衣装イベの待機、藤先輩も対象外やね。長かった。この引き換え券でようやくビブロスちゃん貫凸できて一緒に遊ぼう、できる。ダイヤも貫凸できたし、あとは3凸まで鍛えるをどうにか貫凸すれば私の白馬を締めくくることができる。ステップアップ2周と引き換え券3枚は神すぎる。ダイヤちゃん2凸、賢さマック無凸、耐震1凸。ステップアップ5回目、優勝引き換え券、今回の引き換え券とあるんだけど、虹も2個あるけど取っておきたい、いい加減ダイヤちゃん完成させるべきか、マックちゃんに全部ぶっ込むか悩んでる。耐震も強いけど追い込みがスイーピーしか使わないので。よく使う娘、推しかエース次第やな。刺しならダイヤ先行ならマックで。ビブロスない代わりにスキル貫凸したので、ダイヤちゃん貫凸すれば大手と合わせて中距離の刺し完璧じゃねとかは思ってたんですけど、実際好きな子たち全員先行なんですよね。こりゃもう野球観戦ルートか知らん。自分だったらそのラインナップならマックに全力出す。先行育てやすいですしね。ダイヤとマックどっちの貫凸も持ってますが、捨ての伸びにばらつきが少ないのは圧倒的にマックなので、マックの凸を進めるのおすすめです。最悪、賢さマックは1凸でも使えるからダイヤ貫凸、マック1凸でもいいんじゃない?コンミラクル貫凸できるけど1凸でも使えるからなぁ。新シナリオガチャまで剣かな。パワフラワーかスピビブロスのどっちを貫凸させるか迷うな。エルブラスケルは貫凸済みだし、やっぱフラワーかなぁ。半身マックちゃん貫凸できましたわありがとうございました。次はスピビブチ、年末が剣子パカ根性閣下。忘れてて昨日ビブロスに二次結晶使っちゃった。まだ3周年引き換え券を使えていないんだよなぁ。ビブロスとかの新しめのサポカに使うべきか、それとも3周年のと一緒にマックかアースあたりに使って凸を進めるべきか迷うぜ。引き換え券で凸らせたいサポカがない。理事長が2凸で止まってたから3凸にしてトレ効果生やすかと思ったけど、今後考えるとあんまり身にならんよなぁ。ビブロスゼロから選択はきついよなぁ。一応スキル貫凸あるし次のシナリオまで持っておくとするかな。フラワー貫凸、サンキューサイゲ。引き換えのおすすめ教えて。今のステップアップでおすすめって書いてあるやつ。最低限使えるサポカが何があって、引き換え券と結晶と石がいくらあって、よく育成する客室とチャンミやリグヒでどこを目指してるかくらいかけ。急ぎの使い道が思いつかないから多分寝かせることになりそう。無凸で強いやつあるのかな。二凸スピファルコと無凸コパで悩み中。それぞれ自身の育成で使えないのがなぁ。SSR 引き換えは範囲決まってるし、最近サポカの新陳代謝早いし、さっさと使う方がいいよ。ビブチがこれでみんなに行き渡っちまう。スピード無凸で持っててもしょうがないがな。どうせすぐ型落ちするし。無凸でゲットしてもしょうがねえってところが困るよね。更新速度上げてきたから凸石いっぱい使いたくないし。寝かせても現時点で出てるやつとしか交換できないんだよね。
ちゃんと範囲決まってるから腐る前にさっさとサポカ増強していく、正解的にした方がいい。後でどのタイミングでガチャ引くか特に予定ないなら、あったとしてもすり抜けなんて幻想だし。剣マックって3突じゃダメなんだっけ？貫突できなくはないけどすぐ型落ちしそうで。明確に型落ちするサポカなんてシナリオに左右される友人くらいだから気にしすぎは体に毒だ。あれマックが妥当な交換先だと思うんだけど、そろそろ賢さも入れ替わりそうでなぁ。むしろ剣マックはそうそう型落ちしないやつじゃねえの。単純に出力強いし。サポカは出た時から減価償却始まってんだから早く貫突しないと損。プラもスピリブに比べれば型落ちではあるがプラチナ取ることは可能だ。根性これだからオルフェにチケット全部使ったけど、結晶全部使ってスキル貫突するか迷ってる。プラエルで耐えるのきついかなぁ。賢さマックかカフェが欲しいけどどっちも無凸だから、今さら1凸持っててもなぁって感じで困ってる。次シナリオでまた無料ガチャ込みで2天井くらい回すつもりだから、そこのすり抜け次第で決めるかぁって感じ。片落ちになりそう。と言ってもそれしかないならそれで戦うしかないんだ。賢さブルボンも根性シティも呪いの装備枠から外れたから使い先に悩むな。根性シティは今回のリーグオブヒーローズで96ケツや300ケツを取りに行くなら使わざるを得ない馬娘もいるし、まだ呪いの装備枠な気がする。マックちゃんは賢さにとかの時代が来ても仕事しそう。ダイヤちゃんと担ぎ使いそうだけどかなり怪しいライン。手持ちやらよく育成する客室や距離やらで変わるし、なんなら無凸一凸じゃあなってのも結構ある。ただまあステップガチャのおすすめってついてるのからいろいろ考えるのは悪くないと思う。ステップアップでスピファルコ2枚出たけど引き換え券使って2凸で使えるもん。3凸は欲しいかな。スピファルコは因子周回でも優秀。賢さマーちゃんは H。 いい加減賢さマーちゃんと釣ろうと思うけど、新婚セサポ出ると思って動けてない。持ってるガチャさん大体無凸か1凸だからどうしたもんか。一凸か二凸で輝くやつがあるといいんだが、手元に北さんとスケルしか貫突スピ SSR がないんだけど、ブラ一凸を重ねるかビブロスを取るか、足りてない賢さを取るかで悩んでる。最近は客室ごとに分かれてるから気軽におすすめできないよね。逃げ使わないのにファルコと釣ったりしても仕方ないし。根性のシティさ使わないの？持ってないべ。ハイボル自体は強いけどシティさが弱い。オルデスで持った方が強い場合が割とある。加速はもともと金一つより白二つのが強いって言われてたし、加速スキル自体が増えた今なら無理にハイボルにこだわる必要ないのよな。もうエッチなおすすめサポカでいいだろ。次のシナリオ更新でどうせサポガチャ回すだろうし、そこでのすり抜け具合見てからでもいいんじゃね。因子周回するなら剣リッキーとか。無凸でも使える。賢さマックちゃんに凸にするのってどうかな？ラモーヌは貫凸してる。根性 KS ミラクルの1凸ってまだやれるかな？スピリブ、パワワー、アレマック、アースあたりの凸進んでるやつから何か選んどくのが丸いでしょう。貫凸にするよりは3凸にする方がいい気がする。本当に必須な貫凸はレンタルして編成の柔軟性高めた方が良さそう。ただ2凸もできねえ。パワフラワーさんが3凸なのでこれで貫凸だ。ダンマのシナリオがもうすぐ終わる。大砲以外でも普通に強いから大丈夫よ。大体3凸で必要なもん揃うから貧乏症の俺はここで寸止めしておくぜ。ファルコは3凸ヒント解放で4凸でレベルプラス1だけと思わせつつ、パワボが3凸から4凸で上がる珍しいタイプなのがいやらしい。賢さマック貫凸と3凸ってそんな変わらないよね。賢さ耐震がステップアップの副産物で3凸になってたからちょうどいいけど、最近追い込み使ってないな。ステアップと合わせて結構な人が貫凸ビブロス作ったんじゃないのかな。スピリブ3凸、パワワー3凸、賢さマック3凸だから、どれに使うか非常に迷う。その中ならビブが取れ効果プラス10だから一番効果大きいと思う。北さんとかエルみたいに長くお世話になるスピードに使いたい。エルは長寿になったもんだな。客室ごとの賢さまずは1枚持っときたいけど、迷うくらいならラモーヌどうなんかな。
ギリギリ使えるけどあえて今交換したいかって言われると微妙だから、特化強化しこさ取った方がいい。二凸の剣ダイヤと耐震と迷うがまあどっちでもいいか。ダイヤは三凸でほぼ完成だしおすすめだぞ。追い込みサポカは本当に追い込み育てるかよく考えてから凸った方がいいよ。無凸で持ってて便利な技マシンは誰？パワルビ？まあ無凸ならそうかもしれんがそもそもパワルビ今使わんぞ。少し前なら因子周回用で馬マニア取れるスピゴルシとか候補だったが今はなぁ。ビブスケルは案外一緒には使わない。少なくとも今月と来月はかなり限られたキャラでしか。スピビブはなんと力機能する感じ？スケルはなんとか一枚確保できた。大変申し上げにくいのですが貫突からになります。三突してて使えそうなのパワネイチャしかないんだけど、貫突パワは相手も使うんだろうか。二次結晶二つ詰めばビブロス貫突するから持ってないスピファルコでも確保しようかな。圧倒的存在感。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。